もうゲーム実況ができなくなりました。え？そんなことある？って思うかもしれないんですけど、あの本当にもうできません。あの何があったかっていうと、まさかの PC が壊れました。え？私前回の動画出してから数時間後にパソコン壊れたんだけど、もしかしてこれ太一さんに悪質なドッキリ仕掛けたからバチ当たった？天罰あまりにも早すぎて草。え、マジでなんでこんなタイミングで PC 壊れるの？私今からスマホ編集しなきゃいけない？スマホ編集したらマジでクオリティうんちになって再生数1万いかないやん。というか霊夢どんな風に PC 壊れたんだ？ですね、このゆっくり実況を作るためのソフトを開いたら PC がフリーズします。で、ここがめちゃくちゃ謎なポイントなんですけど、作業中クラフトの編集をしようとするとフリーズするんですよ。え、もしかして本当に太一さんなんか呪い私にかけました？あの動画で作業中クラフト終了させようとしてます。ということで私がこれからどうするかなんですけど、選択肢は4つ。1つ目、引退する。もう私パソコン壊れたので引退しますって感じですね。そして2つ目、もう雑談系実況者に戻る。マジでなんでかわからないんですけど、雑談はフリーズせずに編集できるんですね。え、本当に太一さんなんか私に呪いかけました？そして3つ目、パソコンを買い替える。多分視聴者が一番しろって思ってるのはこれですね。買い替えれば解決するだろって思うかもしれないんですけど、いやなんですよ買い替えるのが。私今高校3年生で大学生になったらデスクトップ PC 買っていいよって言われてるので、今新しいノートゲーミング PC 買ったらそれ無駄になっちゃうんですよ。おい、私寿命1年のノートゲーミング PC は嫌だって。壊れるぐらいまで編集すればいいじゃん。私死にますよ。じゃあよくある勉強用の PC にすればどうみょん？いやー私個人的にそれしたくないですね。だってめっちゃファン回ってうるさいから、大学とかで絶対使えないでしょこれ。大学生は MacBook でスターバックスですよ。うん、じゃあ弟にあげるとかは？いや私すでに弟にパソコンあげてるし、こんなスペックの PC あげちゃったら絶対弟も編集とかしだして YouTuber になるでしょ。兄弟でゆっくり実況者はえぐいって。そう。そして4つ目の選択肢、生声実況者になる。無理、大体ゆっくり実況者の生声なんて成功した事例ほぼないから。ですよねー。ってことは現実的に考えられるのは、1の引退、2の雑談系実況者さんのパソコン買うのこの3つですか。うーん難しいなー。これルーレットで決めるしかなさそうだな。え、そんな大事なことルーレットで決めちゃうの？いやこういうのは天任せにした方がいいから、だって考えるのめんどくさいもん。とりあえずそのめんどくさがり癖を直してください。ということでルーレットサイトにやってきました。選択肢はこの3つ。もうこれで決まった運命を変えたりしません。それじゃあ行くぞ。ゴーシュート。PC 買う。ちょっと待って、今のギリギリ赤に行きそうだったじゃん。これもう一回回してもいい？ダメです、回してもさっきので確定です。おい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 、ちょっと待って、私今金欠なんだよ。こんなん財布破壊されるに決まってるだろ。